宮古バス、古川営業所は、宮城県大崎市古川駅東1丁目7の1に、ある、宮古バスの営業所。統合前は、宮古大崎バスの本社営業所であった。仙台古川線路線概要宮城県仙台市と、大崎市古川を結ぶ。運行回数は、平日1日12往復、と休日1日6.5往復。 古川から仙台へはもともと、宮城交通と JR バス東北が共同運行で国道4号経由の急行便として運行していた。まず、JR バスが先に高速道経由の仙台、古川線を開設。追って、宮城交通の地域市街車であった宮古大崎バスが2005年7月1日より運行を開始した。運行当初は古川に拠点を持つ、 宮古大崎バスのみの運行であったが、後に、仙台側の共同運行事業者として、宮古バスシステムが参入し、仙台発発便、仙台機最終便等を受け持つことになった。2007年1月1日より宮古グループの再編に伴い両社を含むバス市会社すべてが、当時の宮古を気仙沼バスへ、事業場としたため、宮古バスに一本化となっている。 JR バスは仙台宮城 IC を経由するのに対し、宮古バスは大崎市から泉区内など仙台市内への通勤、通学輸送等を考慮し、泉インターチェンジ県道仙台線線を経由して差別化を図っている。また、大崎市内の経路も JR バスとは多少異なり、JR バスが停車しない三本木 PA 内の高速三本木にも停車する。 運賃も JR バスに対し宮古バスは900円と割安に設定しているが JR、宮古バス両社ともに1枚あたり800円の回数券を発売していた利用により大人片道運賃を890円に割り引いている。また、宮古バスは通勤・通学定期を導入しているが JR バスは導入していない。 路線遠隔かつて運行していた、泉アウトレット、古川線特急仙台ナルコ線、ナルコゆめぐり特急号宮城県仙台市と大崎市、ナルコ温泉を結ぶ。2009年夏頃から、9種類の船室が集まる、ナルコ温泉を巡りながら快適に走るバス、との理由でナルコゆめぐり特急の愛称が付けられている。運行回数は、平日1日に往復。 休日1日1 2.5往復鳴子温泉号観光協会では、2009年4月1日より1年間、当路線利用者を対象とした、特別宿泊プランを実施していた。路線遠隔少なくとも1980年代いっぱいまで、仙台駅前7北田国道4号吉岡、志田町国道457号、鹿間、ま、中にいだ。 岩出山国道47号川旅経由の、鳴子温泉直通の急行、快速バスが存在した。特急仙台上線宮城県仙台市と、宮城県上郡上町を結ぶ。路線遠隔古川駅前で発車を待つ宮古バス、鹿間線を除く、各路線は、地元自治体が、事業主体となっており、宮古バスは、運行業務を受託している。以下の、 各路線については、大崎市民バスの港を参照のこと。古川線、小野田線、宮崎線の中新井ら西町から、先の区間は、上町住民バスにて、大体運行。枠山町からの運行受託により運行されてきたが、2010年3月31日を、もって、受託を終了。翌日より、仙北富士交通に受託者変更。 矢野学船、小里巡環船2の袋船下、辰山船上氷、巡環船。ありがとうございます。